松潤さん、こんにちは。今回はイップマンを全部ね見てくださった松潤さんに、私のですね普段やっているトレーニングをちょっとだけ紹介します。非常にね恥ずかしいんですけども、一人でやっているんですね、完全独学で。ですんで、もしかしたらその秘密の人に言わせればお前違うよって言われるかもしれませんけども、まあ独学で私が楽しんでるだけなんで許してください。で、私を見本にして英春拳とかカンフーを学ぼうと思ってはいけません。まあでもね、一人一人の楽しみ方、武術ってのは国民みんなのものだっていう考え方があります。ですんで誰かの特権物ではないですし、誰かの独占物ではありません。ですんでね、50代になっても60代になっても健康法のために、自分のために、誰に見せるのでもなく、でもいざチラッと見られた時にかっこいいなって思っていただければ幸いですよね。まあそんな密かな思いを込めながらやっていきましょう。まずね、構え方なんですけども、足がね映ってないんで、ちょっと足を映させてもらいます。倒れないな。足ですね、入りますかね。足はねちょっと入らないですね、すいません。もうちょっと離そうかな。もたもたしちゃってすいませんけども、足の構え方は肩幅ぐらいに開いて、ちょっと洋服外側に開いたらね、あとスリッパですいません、本当はスニーカー履かないといけないですよね。こう外にこう内股みたいにやりますね。これはイップマンの映画を見ていただくと、特にマスター G とかだったらね、最後にチョンティンチっていう風に名乗るときにこの足の構えをしたと思います。こんな感じでね、かっこいいですよね。で足をもう一回やりますよ。ちょっとスリッパに言いましょうか。足、肩幅に開いたところからファイティングポーズを取る場合もあったんですけども、正式にはまっすぐ立ったところからつま先を60度で開いて、さらにつま先を軸に外側に回してちょっと内股になるみたいな感じで肩幅に開くとちょうどいい感じに構えられますね。これが足の形です。それではちょっと上半身の使い方、作り方をやりますね。はい、上半身の作り方なんですけども、この脇の下目いっぱいに拳を両方上げます。こんなポーズ見たことあるでしょ。肘が後ろに突き出てる形になります。こうですね。で足は内股みたいな感じですね。この状態で両手を前に三角形に出していきます。こういうふうにね、こういうふうに出していきます。でその後、私の場合は右手を左のこのここですね、なんていうんですか、肘の反対側のところに当てますね。こういう感じです。もう一回正面からいきますよ。こう構えてこう出してこんな感じですよね。要するに相手と自分の間にこの両手を入れて対処するって形になります。基本的には向かってきた拳を払って打つ、入ってきた拳を払って打つ。映画の中では向かってきたパンチをこうね外側に弾いて、そうすると相手のパンチがこう流れるわけですから、こういうふうにここががら空きになりますよね。でここを打つみたいな感じになります。でこう向かってきたのをこう打った後こうですね、こんな感じで出すのはちょっと難しいみたいなんですけども、マスター G ではこういうふうにね避けているところがよく出てました。チョンティンチ、そして、イップマンは洋門ですね。この2人とも、そして東洋人なんですけども、みんな背がちっちゃいんですよね大体。まあ、ですんで向かってきたパンチに対して小さい体が大きな体をもうこうなぎ倒していくんですよね。考えてみたら西洋の格闘技ってボクシングを中心にしたものが多いんで、ものすごいねいかれたぐらいスタミナのあるパンチがブガッと飛んでくるんですよね。しかも超スタミナなんで30分でも1時間でも戦い続けることができるんですよ。私たち東洋人は1分とか2分の一瞬の勝負をつけますんで、もしかしたら持久力はそこまでないのかもしれません。お米と魚ではなかなか長い間戦う体ができないのかもしれないですよね。まあ、でも西洋人っていうのはお肉とね、なんですかね、ワインでできた体なんですかね、すごくタフですよね。体もでかいしヘラクレスみたいな感じです。まあと置いときまして、巨体に対して向かうわけですから小さい体を生かしていかなければなりません。で戦い方なんですけども、相手の力を大体使う技が多いですね。だから遠心拳も大体こう向かってきたものに対して交差法って言ってね、相手の力を利用してそれを受け流してカウンターのようにいつも打っていくって形になります。マイク・タイソンがパンチを打った時に肘でね、陽門がこう受けて、マイク・タイソンがこうやって手いてみたいなことをねこうやったところなんてのは象徴的ですよね。
まあ、ですんでやっぱりそのカンフーっていうのはね、攻撃の技というよりも防御の技なんでしょうね、きっと。少林寺拳法もそうですし、私が空手を習った時も空手は攻撃ではなくて、空手に先手なしって言って、まあ、こっちから攻めるもんではなくて、攻められた時に受けるもんだと、受けながら相手にダメージを与えるもんだよ、そして攻撃する気をなくしていくっていう形で、まあ、平和に導いていくのかなっていうね。だから精神の勉強も必要らしいんですよ。だからね、カンフーや空手を身につけると攻撃すると無敵になっちゃうんですよ。そうじゃなくて、攻撃を無敵にするんじゃなくて防御を無敵にした方がいいんだよっていう風なね、そんな形だと思いますね。はい、じゃあいろいろと話しましたけど、もう一回いきましょうか。足をこうやって開いて、肘乗せてこのように構えていきます。チョンティンチの場合はこう肘から回ってですね、こんな感じでしたね、こうとかね。で、チョンティンチの得意な構え方ってこうなんですよね。この2つの腕でクッションのように全ての攻撃を受けていくって感じです。こうですね、こうで、防御の盾みたいなのがこっち突き拳で、こっちにはこう何ですか、平手ですよね。で、これ最後になりますけども、攻撃の仕方としてはパンチで攻めるよりもこの小手で受けることが多いのかなと思いました。小手の方がその喧嘩芸の骨法っていうのがあるんですけどね、堀部誠司さんの奈良時代とかに開発されたらしいんですけども、小手の方が相手に与えるダメージが大きいらしいんですよ。で、打った瞬間に腰を入れて大地を踏ん張ると、この軸足から迫ってきた大地のパワーが手に伝わるということで、手打ちではなくてね、こう本当腰足、つま先から力を入れて膝、腰で、体全体、この肩からぶち抜くという形で攻撃が打つれるらしいですね。あ、ちょっとこれ横になっちゃいましたけども、英春拳の場合は空手と違ってね、空手はこういうふうにこの2拳で打つんですけども、この拳で、英春拳の場合はこの3本の手で打つらしいですね、こうやって。で、代表的なチェーンパンチ、カカカカカカ、一発必殺のパンチが無限に来るんで、もう戦意喪失ですね、相手はね。で、ツイスターもこうやってやられたんですね、こうやって、ということですかね、以上でございます。見ていただいてありがとうございます。もう息が上がる。